金田国を12月15日から1962年10月6日は日本の実業家、サンスターの創業者。広島県秋郡坂町出身。大阪に出て1932年、金田兄弟商会を設立し、自転車や履物用ゴム乗りの製造を開始。1941年、4社のゴム製造業者統合により、 帝国合同ゴム工業が設立され、翌年社長に就任。太平洋戦争期の空襲で工場の大半を消失したが、戦後1946年、金田系金属チューブ工業所を設立し、焼け残ったゴムのりを金属チューブに充填する機械を活かし、金属チューブ容器の開発に成功。その後取引先であった星光社からの相談により、チューブに 歯磨き剤を充填し、金属中ブリレン歯磨き剤を開発し発売した。商品名は、朝に磨き夜に磨くという意味で、サンスター歯磨きとして売り出した。1948年、物価統制令により鈴製ーブの充填原料は、薬用品以外には、使用が禁じられたため、歯磨きに抗菌剤を配合して、薬用歯磨きとし、星光社を介して、 塩野義製薬と販売提携を行い、製造元を金田金属工業、販売元を塩野義製薬とした。粉末歯磨き剤が主流の時代、戦後初めての連歯磨きだったこと、また品質の良さも手伝い、キャラクターにペンギンを登場させた製品は人気を集めた。同年、消化面レザーの起業家を目指し極東加工を設立。1950年、 金田の設立した帝国合同ゴム工業、金田金属工業、極東加工の3社と取引先の星光社の4社を合併させ、サンスター株式会社を設立させた。1952年、洋力素入り、グリーンサンスターを発売し人気を呼ぶ。1953年、自転車用部品を製造する、ともえ産業、金属容器を製造する、太陽チューブ工業所を、 九州合併。しかしサンスター歯磨きを純然たる専業歯磨きメーカーとして発展させるため、1954年歯磨き製造以外の会社を分離させた。この自分話した会社は、後サンスター技研に投稿している。金田はサンスター歯磨きを業界のトップシェアに押し上げたが、1962年9月に雲膜下出血で倒れ10月に死去した。 去年50、その後1969年の長男、広尾の社長就任以降、同社及びグループは、積極的に事業の多角化を進め、ボーカル語などのヘアケア事業、化粧品事業、物流事業や歯科技工分野などにも進出し、現在に至っている。ありがとうございます。